スノーマン岩本照主演ミュージカルがいよいよ開幕。気持ちや時間をエネルギーで満たしてあげられる自信がある。スノーマン岩本照が主演を務めるミュージカル、キャッチミーイフユーキャンのプレスコール取材会が8月17日に東京国際フォーラムにて行われ、岩本のほか、共演の千田綾瀬、吉田栄作、演出翻訳、訳詞の上田一行が登壇。意気込みや最近ついた嘘、前回からの変化などについて語った。姿を偽る若き天才詐欺師の、世界を股にかけた痛快な逃走劇動作は、1980年に出版されたフランク・ W ・アバグネール・ジュニアによる自伝小説、世界を騙した男を機に制作された映画のミュージカル版。映画版ではスティーブン・スピルバーグが監督を務め、主役の天才詐欺師をレオナルド・ディカプリオが彼を追う FBI 捜査官をトム・ハンクスが演じた。ミュージカル版は2009年7月にシアトルにて初演され、その後2011年にブロードウェイへ進出している。日本では2022年に岩本主演で初めて上演され、好評を博した。初演に続き、主役の若くハンサムな天才詐欺師フランク・ジュニア役を演じるのは岩本。FBI 捜査官ハンラティ役には吉田が続投となり、岸裕二、春野すみれ、生田智子、阿部優らミュージカル界の実力者も再び顔を揃えている。そして、ヒロインのブレンダ役には、新たに元宝塚歌劇団花組トップ娘役千奈が抜擢。作品にフレッシュな風を吹き込む。